ガマルチューバー元小結びのガガマルです。よろしくお願いします。今日は素敵なゲストにいただきました。はい、はい、よろしくお願いします。ガマルチューバー、ガマルチューバー小結びの子です。すいません、今日本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそ呼んでいただけるなんて本当もういきなり面白い話ガンガンもう入れ上げてくれていて、この間私たまたまあの安美錦関とちょっとやり取りしたんですけど、なんで俺が3位なんだって言ってもらってた見てました、見てましたですか。あのご関係ってどういう、実はね1回しかまだ会ったことがなかったんです。私は相撲ファンだからもちろんずっと見てて、タガちゃん可愛いなって思ってたんですけども、特に負けてものすごい悔しそうにしてるっていうイメージが強い。悔しかったです。ながら泣きそうな感じで花道をこう下がっていく。今回はもうガガちゃんが、あ、そうです、挨拶した時に LINE 交換して、ね、お願いして、で YouTube 始めましたのでってお願いしたら、いいよっては返事が入ってきたんで、それはもう、はい、本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。なんか私はあのガガちゃんといえばなぜか玉鷲が苦手っていう、一番苦手だったのは玉鷲関のよりあるんですよ、はい、あ、もっとですか、はい、本間書籍、あ、そう、本間書籍、本間書籍苦手なんですよね。そう、14連敗してますよ。すごい。で、なんでっていうと、もう脇の締め方が、あと握力も腕の力半端じゃなくて、もう一つも相撲取れたんで、あ、そうですね、押し相撲もできて、うん、かわしながらもできて、立ち合いも強かったし、すごい低かったですよね。やばい、すごかったです。低いから、はい、はずが入らないんですかね。あ、そうです、そうです、うん、僕はだいたい相手に当たって自分この形を崩れさせてから攻めてたんじゃないですか。本間書籍そこはなかったんですよ。そっか、はい、でも本間書籍と玉鷲関全然タイプ違うのに、玉鷲関はまだ押し相撲だったんです。そうですね、だからそこは2番か1番ぐらい勝ってます。本間書籍は1番も勝ったことないんで、本間書籍怪我した時にはもう怪我ももちろん残念だったって目で見てたんですけど、まあうん、もう勝てない。いや、一番ぐらい勝ちたかったな。そうで、いや、そりゃそうですよね。はい、同じ幕内で当たってたのに。ね、だって、本間正直最高位小結びだからね。横綱で勝てないのは、それ当たり前のことじゃないですか。まあ、同じ小結びで、同じ時期で一緒に行ったのに、うん、一番もで玉鷲関が自分の心に落ち着かせたのは、うん、一番ぐらい勝ったことあるから、うん、まあいいかと思いながら、本間正直そうならなかった。対戦成績いい人とか覚えてますか？対戦成績いい人は遠藤です。あ、そうなんだ。遠藤関は別に、ねはい、遠藤関は得意って言ったらあれなんですけど、まあまあうん、やっぱ体は向こうはちょっとちっちゃかったし、ね、体重のプラスは継承期が多かったから倍に頑張るんですよ。そうですよね。頭の中にずっとそれしか考えてないからもうしっきりしながら、もう気が30号超えたと思いながら、ね、こんなこと言っていいか分かんないですけど、いやでも遠藤関と対戦する人は大体、はい、気合入ってる。いやでもどうせいろんな人に当たらない15万取らないといけないんだったら、その人に当たりな、当たりたいなって、相手のプラスお金取りに来てるガガ丸の顔が多分やばかっただろうなって、ね、そうですよ。木瀬部屋にずっといましたけど、木瀬部屋どんな部屋でした？そう、 うちの部屋はすごく明るくて、うん、もう本当に親方のおかげで本当にみんなフレンドリーで、うん、木瀬部屋としてみんなで仲良くてやってたことはすごく印象的でした。あのずっとね、秋瀬山関を応援してて、なんか秋瀬山関とやり取りとかしてました？僕時には日大時には秋瀬山関は2年生だったんです。ああ、そう。彼は見た目は可愛いじゃないですか。可愛いんですよ。相撲通りらしくて、で、これ持ってんの。みっちゃん、みっちゃん、みっちゃんめっちゃ可愛いやん。秋瀬山関はね、これ見た目でプラスは人間さんはこのままなんですよ。そうですね、で食べ方はまだこのままです。すごい食べるんですよね。一応関取りなった時には最初に座って一番最後に終わるからですね、うん、もう本当にどんな新弟子よりは一番最後に食べる。ずっと食べてる。食べ方もスーパー行って自分でいろいろ胡椒とかなんかわさびとかそういう納豆とか、そう、トーク中な自分の味に合う口に合うので、うん、僕はいつもくれくれくれって言いながらグルメなんですね、はいはい、で自分で買ってくださいよって言いながらくれてたそうめちゃくちゃ可愛いです。あ、そうですか。でもうちの部屋は秋瀬山関とか浦関も可愛くないですか？あ、そうですね、はい、可愛い子は結構多かったんですね。なん かキャラクターみたいなお相撲さんが多い、ね、そうなんですね。最近あの私気になるのが、ね、支度部屋に行って、はい、で、まあ、土俵入りして
まあ、1回また戻って出てくるじゃないですか、はい、あの支度部屋でみんな何にどういう感じで過ごしてるのかなってちょっと気になるんですけど、明けにって多分みんな見たことありますか、うん、あるんですか、はい、明けにで、うん、そこに中には締め込み入って、あと化粧回し、はい、タオルとかいろいろ集まってますので、うん、畳、自分の一人のスペースはありまして、 で、そこで床山さん、あ、はい、頭が直したり、うん、はい、部屋でやってる人もいるんですよ。でそれから土俵入りまで、例えばみんな自分のところでとりあえず四股を踏んだり、うん、とすり足やったり、付き人にぶつかりちょっと立ち合い確認したり、はいはい、で最後はまだ床山さんはちょんまげ直してきれい直してくれて、自分の順番には待ちます。結びの一番だったりすると結構待たされるんですよね。あ、そうですね、一番結びの一番より、うん、結びの一番前とか、例えば二番前になると、横綱と一緒の部屋で、一緒に横綱は取り込み終わってで、うん、シャワー上がったら入れるんですよ、うん、で僕も何回ぐらいそういう経験があって、はいはい、横綱の付き人さんとか、バカちゃんだったら許してくれるじゃないって言われていいんですかって、僕もちょっと甘えさせていいんですかって言ったら、そこ入ったら僕はやっぱ体でかかったから間に合わなくて、うん、横綱いきなり聞いておーって言われて、多分付き人さんもなんかもっと早く上がってくれるだろうって多分思ってたかわからんからすいませんって言って速攻上がったんですあ、十分気使いますね、そしたら最後の方だと。あ、もちろんです。3番4番前に取り組みあると、うん、40分から50分ぐらい横綱終わるまで、あ、待つんですね、で帰る時間が変わるんで。そうなん、あ、なるほど、はい、部屋自体も、うん、困りますよ、相撲部屋って。なんでっていうと、はい、相撲協会の決まりなのは6時まで食事したらダメなんです。あ、はい、横綱が取り込みしまった後にみんな全員部屋に戻ってから、うん、みんなで6時半に食事開始になります。土俵に上がってるのに、うんうん、新弟子とか若い衆とかはご飯食べたらそういう決まりなんで、例えば僕は3番前のに早めに帰ってきた方が、うん、やっぱり弟子も6時に相撲取り込み終わって、うん、すぐ食べたいですよね、すぐ食べられるのに、うん、僕はそこで7時までとかさ、なかなか帰れないとかなると、はいはいはい、みんな待つんですよ、うん、でそこはもうみんなだって1日相撲は2食しかないから、ね、朝と夜なんで、うん、めちゃくちゃ、ね、はい、あんなお相撲さん顔優しいのにみんなご飯がすくうとみんな顔が変わってくるからねほんでお相撲さんはね怒ることめったりないんですけど、お腹すくうとみんな目つきとか変わってくるんですよ。赤ちゃんなんで帰ってこないんだってそう、なんで帰ってこないな、遅いなって思いながら。赤ちゃんはまだ髪伸ばしてますけど、はい、ちょんまげついてます、ね、乱発式は引退してから本当にコロナの大変な時期でなかなかできなくて、うん、で、ね、でもまだ日にちはちゃんと決まってないんですけど、はいはい、まあ、できれば8月ぐらいに断髪式したいんですね。はい、ぜひそういう時皆さんよろしくお願いします。それはもうぜひぜひ、はい、断髪式まで髪の毛残さないといけないどうにかくると頭皮に頑張ってもらわないと。そうなんです。いやでも痩せましたね。痩せましたです。一時期220超えてましたです、ね、ずっと199だったはずだけど、はい、あれは多分7年ぐらい体重計乗ったことがある。番付発表の次の日に体重のあれがあるんです、メモリの時、はい、力士会があるじゃないですか、はいはいはい、それ力士会時には必ず記者さんも来てくださって、うん、でそこでみんなめちゃくちゃ待ってくれてるんです。赤ちゃんは体重がで、そこで測るんですよ毎回、うん、はいはい、で一番最後に入るんです、わざと。わざともう絶対待ってくれてるかなって分かってるから、うん、どうしようどうしようと思いながら直前にポンって入って、で呼ばれて、いい大丈夫、一緒ですって言ってこの間と一緒ですよって言ってでもみんなファンはもう分かってましたからね。もうファンは全員ガガちゃんの199は嘘だって分かってた。いやでもそうなんですか分かってます、分かってますよ。いやでもやっぱり教会で出てる体重の方が正しかったかもいやいや、もうみんなそれは見破ってます、見破れてたでしか、バレてたわ僕はもともと太郎だったんですよ。そうだ、太郎だった、太郎だった、太郎でした。お前いつから真っ青になったって言われてえぇーって思って、